はい、こんにちは。今日はゆきです。そう、今日はお昼にちょっとね、昨日、おとといか、買っておいたね、なんと火鍋ですよ、火鍋を食べたいと思います。ちょっと濡れちゃった。そう、これね、こんな感じのなんですけど、ちょっとこれ開けます。こう、これね、なんとね、水だけでできる火鍋なんです。インスタント火鍋で、今ね、もう中国をはじめ世界中で、日本はちょっとまだ流行ってないみたいなんですけど、大流行してて、そう、しかも中国、台湾の方が認める美味しさの火鍋ということで、こちらです。すごくない？なんかもう大きすぎて、初め見た時、なんだこれはって思ったんですけど、めちゃくちゃ興味津々。なんかこんな感じで、ただ水を入れて、それでそこからなんか蒸気みたいなのが出るみたいで、で作っていくっていうタイプになります。ハイディーラオ、すごい鍋で有名で、ニューヨークにもあるお店なんですけど、この鍋の元とかはね、よく見かけてたんですけど、そう、これね、めちゃくちゃ気になる。で、いろいろ調べてみたんですけど、あんまり日本語で YouTube を上げてる方がいらっしゃらなかったので、ちょっと作り方わかるかなと思いながらもやってみたいと思います。まずはね、一番初めなので、定番、この牛肉のお鍋にしました。と、もう一つ買ってあるんですけど、わ、雪でやばい。こちらソーセージの、そうです、ソーセージ、スパイシーソーセージヒーリングホットポットです。こっちですね、四川スタイルなのかな。めちゃくちゃ辛そう。こっち、ちょっと今日はひとまずこの定番牛肉タイプを作っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、パッケージを開けるとこんな感じで作り方が書いてあります。結構かわいいね。まず具材を入れて、水を入れて、鍋の中に水入れて、下のところにも水入れて、なんとか加熱剤っていうのかな、みたいなのを入れて15分待つということです。ちょっと開けてみよう。はい、開けてみました。ほう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 、こんな感じね。こんな感じになってるので、まずここにも、これが着火剤か。で、お湯入れて、これ何、ピックドベジタブル、野菜、なんて読むの、ベルバー、わかりません。マロニーみたいなやつかな。と、これが、ビーフ、お肉です。と、こちらは、何、スパイシーフレバーホットポットシーズニング。これが鍋の素ですね。じゃあ、これを全部ここに入れるみたいです。はあ。じゃあ、やってみましょう。はい。はい、じゃあこの中に入れていきます。ちょっとジンバルが故障中で、今水筒の上でやってるので半分切れてるけど、ごめんなさい。まずここに全ての具材を入れていきます。何から入れよう。この野菜から入れようかな。野菜を入れます。ちょっと雪がやばいね。これさ、火とか使わずにできるってことなので、こういうアウトドアとか、もうそれこそキャンプとかね、キャンプとか山登りとかに最適ですよね。はい、野菜を入れました。ちょっとやばい、雪が入ってくる。で、次はお肉、ビーフを入れたいと思います。はい、お肉を入れます。うわ、ちょっと怖いです。大丈夫これ、お肉塊ドバン入りました。で、これなんだろう、なんて読むかちょっとよくわからないけど、お、やっぱりそうだね、マロリーみたいな感じのものでした。ポイッと入れて、あとはこのスープを入れます。うわ、ちょっと待って、開けたけどめっちゃ辛そうじゃない？うわ、
これ大丈夫なのかな。そう、先日友達と一緒に買いに行ったんですけど、友達はもう昨日食べたみたいで、舌にビリビリくる、めっちゃ辛い系だよって。やばい、どうしよう。でも美味しそうなのでちょっと楽しみです。うわ、ちょっとこれ綺麗に、綺麗とか言ってられないですね、すみません、ぐちゃぐちゃだけど。すっごい辛そうなんですけど、食べれるかな。やばくないこれ。はい、出来上がりと。今こんな感じで全ての具材が入れ終わりました。ここに水を線のところまで注ぐそうです。はい、じゃあちょっと線のとこまで水を注ぐ。ここかな。はい、ここまで注ぎました。で、次が、水入れたら、あ、このなんだろう、蒸気が出るやつのところにも水入れる。やばい、ちょっと待って、まずここを蓋しよう。あ、これでも蓋しちゃったら意味ないのかな。はい、はい、そしてこのなんて言うんだろう、あれ、なんか入ってる、危ない、何これ。あ、お箸、すごい、お箸とスプーンまで入ってました。すごいね、めっちゃいいじゃん。これ本当にもう山とかキャンプに持ってこいだ。そして反対ないか。でこれを、鍋に入れて、そして何、そうするとなんか北海道みたいな仕組みなのかな、あったかくなりますよってなってる。なのでこれをそこに入れて、その上に具材を入れて15分待つか。やってみます。水は、あ、すごい、ここか、こんな少なくていいのね。 OK、 じゃあ水を入れよう。よいしょ、なんか怖いな、爆発しそうなんだけど、このくらい、こんなもんでいいの。ここにこの具材を入れます。はい、で蓋をして15分。本当にこれでいいのかな。じゃあちょっと15分待ってみたいと思います。わあ、びっくりした、急に合ってた、湯気が出てきました。すごくない？ちょっとびっくりです。やば、香りが、あ、めっちゃ美味しそう、びっくり、こんななんだ。でこれで15分待ちたいと思います。え、もうこれめちゃくちゃいいね、本当に山とかね、ピクニックもいいし、キャンプもいいし、最高です、楽しみ。寒すぎて大丈夫かな、大丈夫か。はい、では15分間の上で開けてみたいと思います。ドキドキ、どんなんじゃろう、いくよ、じゃん、わお、すっごい、めっちゃ辛そうじゃない。やばい、これ大丈夫かな。すっごい辛そう。そしてめっちゃ反射してて、You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. それでは、お箸、組み立て式のお箸ができて、入ってて、スプーンも入ってる。ナプキンも爪楊枝も入ってる、なんだったら。じゃあ、これも。We can spend all day in there. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone.We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how
ってさ、家で火鍋が簡単に食べれるって家じゃなくても、いやもちろん外で、ね、外で食べれるっていう spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared.Spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G's saxophone. We'll order in a bunch of food.Put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Oh, ちょっとパサついてるけど。全然食べれる。ちょっと待って、喉に。喉にいます、何かが。すごい、具沢山。きくらげとか、れんこん、たけのこかな。これでもそうそう、肝心のお値段なんですけど、これがね、またピンキリで、ちょっと先に、まあいいや、まあ、ピンキリで、あるところでは15ドル、あるところでは20ドル。でも私は、もうチャイニーズスーパーをむちゃくちゃぐるぐる回って、スーパー安いとこ見つけたんです。そこで 5.99、6ドル、600円でこれ食べれるならめっちゃいいよ。というわけでちょっといただきたいと思います。これね、なんか日本でとある方のブログ読んだんですけど、日本で買うと1800円、めっちゃ高い。でもちょっと食べてみてほしい、本格的な味が。お外で水だけで食べれます、本格的な火鍋が。じゃあちょっともうちょっと食べてみよう、喉にくる。うんうん、何このハーモニー。山椒がビリビリときて、いやほんとこれ家でインスタントと思えない美味しさです。めっちゃおすすめ、いいこれ。でもう一個のはソーセージを買ってるんですけど、なんかね、湯葉、ベジタリアンとかも野菜だけのもあって、そっちは湯葉が入ってるみたいで、そっちの湯葉のも次回ね食べてみたいと思います。それではそんな感じで今日も見てくれてありがとうございました。ではまた明日。辛い辛い辛いよ。